見て、熊さんケーキ。見えないか。あ、ここ。はい。こんにちは。俺なんかでかくね？俺なんかでかいぞ。こんぐらいの距離感ならいいぞ。いや、28です。なんだっけ？ケーキ買ってきた。ちょっと、もう2、3分ぐらい待ったら、俺の今日買ってきたケーキ、みんなに見せてやろう。アフターオールさんありがとう。アフターロールさんありがとう。ともちもちもちさんありがとう。ココさんありがとう。コスハスニーさんありがとう。ラムレットさんありがとう。ホワイトライオンさんありがとう。チキパパさんありがとう。誕生日配信、おいしい。おいしい。おいしいぞ。あ、そう。ケイチさんがね、LINE で肉ケーキ送ってくれたんよ。なんか、星見にってやつ。星見そう、星見にって書いてある。ちょっと俺待って、ケーキ持ってくる。ちょっと待って、これさ、アホなのがさ、見て、熊さんケーキ。熊さんケーキ買ってきた。しかもさ、これさ、でかいんだよね。やばい、これマジででかい。俺ちょっとだけライト残すわ。エモライトにしよう。エモライト。ハッピーバースデーディアオレ。28歳。火はつけらんねえ、危ねえから。ホノピーだ。お、ホノピーだ。マジか、ありがとう。誕生日おめでとう。ありがとう。あの、数年前本当にエイペックス、あの、なかなか行けなくて本当すみませんでした。こってごめんなさい。あの、今配信聞いてたら、あの、謝ってきます。相変わらずガリガリやん。そんなことない。ちなみに28歳のやつは食べられるの？食えない。これローなんだけどさ、これに火つけて食ったらさ、ロー食うことになるぞ。俺ケーキにさ、火つけてさ、あの、垂れたロー食うの本当に嫌なんだよね。あれさ、食わなくない？みんなロー食ってんだぞ。垂れる前に消す。あ、そうなんだ。俺子供の頃なかなか着席しなくてロー垂れてたからな。なんかよく言われてた、子供の頃、あ、もうロー垂れちゃう、ロー垂れちゃう、早く早く封して、早く封してっつって、俺が毎回フェイントかけて、こうやって毎回なかなか消さなかった、こうやってこうやってフラックスと一緒じゃん。シグマ。俺子供の頃の癖でウルトシブンのかな。ていうかさ、俺マジでこれなんもないよね。これさ、配信用の棚なんだけど、これめっちゃいろいろ置いてあるんだけどさ、ここしか映ってない、この謎の棚ね、これ。今思うとこの配信の背景おかしいよね。だってさ、あのレッドブルーとか飾ってんのよ、ほら。そう、飾ったり、まあ、あとは視聴者からいろいろもらったやつ。今すぐティルトしそうなサボテン、くっそ顔なえてるやつ。見えないか。ああ、お前ケーキの上に落ちやがった。お前やばい、クマさんケーキなんか頭貫通した。最悪すぎる。もうなんなのこいつは。もうやばい、チョコレートまみれになってる。わかる？この頭強打したの。ここ。
本当に火つけなくて正解だったね。火を落としたらやばかったわ。これさ、奥見てみ、チョコレートケーキ散ってんの。これやばくない、うん、もうマジで散ってる奥まで。もうね、机の上すっごいことなんだよ、落としまくって。もうマジで最悪、終わってます。28歳の目標、それか、28か。今あれだけど、今言うのもちょっと違うな。てかこれみんなに言うことじゃないし、俺心の中で思っといた方がいいよね。なんかさ、30ぐらいだってさ、配信ギュッて伸ばしたい。なんか30になって来る気がする。俺なんかね、今ね、ちょっとガキに思われてんだよ。みんなに舐められてる。そう、カリスマ性が足らない、カリスマ性が。そうだからね、こう地味に伸びない。30になったらね、俺来る気がする。こうやってそう言って絶対来ない。いやー、でもね、俺あれなんだよ、俺のさ伸び方、歴史的に、なんていうの、心肺停止してんの、いつも伸び方が。わかる、こうピーってなってんだけど、このよくドアップで見るとこうなってん、心肺停止してんだけど、マジでドアップしてみるとマジでこうなってる。だから俺多分この調子でいくとだよ、マジで3,40ぐらいやったら俺結構上の方にいると思ってる。まあでもなんか来る気がするって単純に思ってるだけ、勝手に。メルトン86、味方弱すぎ。86になってその生き方したらやだな。おじいちゃんになったらもう老害だろ、もうそれやったら。今の若い子はマウスとキーボードを使わずに脳波でコントロールするとか、もうチートじゃん。もう俺ぐらいの年になったら脳波とかでゲームやってそう。コントローラー絶対言ってると思う。わしはマウキーじゃん。シージも相当な年数やってるよね。シージは9年やってる。やばくない？え？来年10年目だぞ。え？やばくない？俺同じゲームで10年間動画上げ続けてネタ切れなかったぞ。10年ってやばくない？俺いんのか？これ実況者に。かつてないんじゃない？10年配信するって、同じゲームで裏技やるって。え？ガチでないと思う。俺多分レジェンドだぞこれ。ネタ切れなかった？いや毎日言ってる。ネタね、言ってるよ毎日。いや今日ネタね、うん、どうしよう、威力上がってないけど威力2ぐらい上がったって言えば、まあ回れねえか。いつもそんな感じ。威力2は上がったって言えば、まあ回れねえな。 OK、 動画出そう。いやネタないよ毎日。でももうそのね、5年前にはもう過ぎた。これね、人の面白いとこなんだけど、5年前はネタが切れた時もう冷や汗じゃないけど、やっばみたいな、死ぬぐらいのかなりの焦りを見せたんだけど、なんかね、そのやべっていうのをずっと繰り返したり、なんていうの、ピンチを何度も繰り返してると何も感じなくなる。あ、今日もネタない、どうにかすっかみたいな、なんか慌てなくなる。待って、カラスの声聞こえん、なんか近くね、カラス。え、カラスいつもより近くない？これさ、俺さ、まあこれぐらいは言っていいか。俺さ、俺のさ、配信部屋のさ、ところにさ、ベランダあんだけどさ、ベランダずっと出ないじゃん。そうするとさ、スズメとかカラスとかさ、巣作んのよね、室外機に。あと俺のベランダに勝手に。だからなんか動物園みたいになるから、たまにそうめっちゃ掃除したり、俺ベランダでいつも急にじーっと立ってスズメがいたらこうやってって思いっきり走って脅してんだよね。そうで、なんかそれやると1ヶ月ぐらいいなくなる。おりゃーじゃないんだよ。ジャンソーベランダでジャンカー食いのウルトやってる。におりゃー、
ツバメのために 屋根のところに 巣を作りやすいように板つけたらツバメ家族が代々そこに巣を作ってくるのって毎年楽しみにしてる。マジで？それ俺の室外機と一緒やねん。俺さ、これまあ俺のせいなんだけど、室外機さ、日光に当たってエアコン機能しなくなるんだよ。だから室外機に板置いてんだよ。でしたら板の下に巣作んのそいつら。だけどやめろっつってんの俺は。だけど話聞いてくんないの。だから走ってん。猫派犬派？俺犬派。猫ってなんか感謝しないじゃん。あーでもそんなことないわ。俺の友達の猫玄関にセミ置いてたわ。なんかあれらしいよ、そいつんちのさ猫やばいのがさ、朝餌あげるじゃん。そしたら外出てセミ捕まえて玄関に置いて飼い主に餌返すみたいな。たまになんかあのやばいやつ死んでるらしい。そう、玄関に捕らえてきたぜみたいな報酬与えてくる猫が飼ってるやついた。わかんない、ギブアンドテイクする猫なのかもしれない。いやあれわかんない、餌もらう働くっていう意味でやったのかわかんないけど、あれ何なんだろうね。褒めてもらいたいかららしいよ。あ、そうなんだ。犬はリモコン頼めば持ってきてくれるから犬がいいね。お前最悪。最悪。愛してやれよ、もう寝かしてやれよお腹の上で。何言ってんの。サブスク限定ディスコでプレゼントあげました。どれ。え、ちょっと待って、これ音流れてる、これ。何これ。西原さんじゃんこれ。おいやばすぎだろこれ、西原さんじゃん。おい奥人の日誌やん。おいやめろよ、今にもお出かけしそうやんこれ。もう俺の顔死にすぎだろ。え、これよくこの画像作ったね。え、マジでゼータの事務所だぞこれ。ハーマンミラーのある椅子で。社内スパイすぎるこれ。いやおもれえわ。ほんじゃ、お疲れ。んじゃねっ。